ったらいいなって思ってた展開よりもさらに上の展開でした。こんにちるちる商業 BL レビューサイトちるちる記者の綱吉とほぐしみです。本日紹介する作品はこちら、ひじき先生の嫌いでいさせてシリーズからドラマ CD の第4巻と書籍の方の5巻を紹介させていただきます。はい、これ同時発売になって、はい、そうだったんですよ。そうですよね、豪華すぎません？はい、結構周りでもそれ一緒に買って、うん、それも嫌いでいさせて沼にずっとなんか滞在してる人が結構いるので。いやそうなんですよ、やっぱアニメイトさんとかでも店頭でね、はい、もうドラマ CD と書籍もうセットで売られてて、はいはいはい、私ももうセットで買いましたそれはもうそうですね、あのこのシリーズ激推しされてると思うので、大好きなのでもうこう平積みになってるところからスッスと取って迎えましたじゃあ今日は最新刊の5巻までちょっと一気にお話しいただけるってことなんで、はい、はい、じゃあそれでは早速やっていきましょう。こちらの作品4巻5巻をざっと今回紹介させていただくんですけども、はいはい、ちょっとその前に1から3巻までをさーっとこう振り返りますと、はい、こうまず1巻では、メインの2人、直人さんと葉月くんですね、うん、攻めの葉月くん、受けの直人さん、アルファとオメガのオメガバース作品、はい、この2人のこう出会ってからつがいになるまでのお話がまず1巻でした、うん、はい、でその後2巻になりまして、2人の間にはね、もともといたしずくちゃんっていう女の子に加えて男の子のみなとくん、はい、長男も生まれまして、家族4人になってこの4人家族にどんどんなっていくみたいなお話、はいはい、まあ、その中で直人さんのちょっと苦手だったアルファが登場したりとか波乱もあったりしたんですけども、そこも乗り越えた2巻でした、はい、で続いて3巻がメイン2人以外にも先生たちが登場したりして、はい、以前ちょっと別の動画でも紹介させていただいたので、はい、そちらもちょっと概要欄に貼っておくので詳しくはそちら見ていただきたいんですけども、はいはい、もう様々な、ね、ところでピュアな恋愛が繰り広げられたりとか、はいはい、もうキャラクターもどんどん増えてきて、はい、どんどん物語としての幅がすごく広がった3巻で、はいはい、私の大好きな3巻です。で3巻で結構子供たちの成長とかも見られて伏線がねたくさんあったんですけども、それを経ての4巻です、ね、はい、はい、待ってましたこれ4巻今回はドラマ CD が出たんですけど、それよりも先に書籍の方はもちろん出ていたので、それを読んでお話を知った上で私はこのドラマ CD を聞き、はいはい、もう本当に待ってましたって感じなんですよ、はいはい、こう4巻になると新キャラが1人出てきまして、はいはいはい、受けのオメガの直人さんにちょっと惹かれている高校生の伊織くんっていう男の子が出てきます。結構 黒髪でこうイケメンなんですよ、明らかに、はいはいはい、直人さんがお仕事をしてる、読みとしてお仕事をしてる高校で、はい、出会いまして、はい、結構イケメンなんですけど、はい、いわゆるモテ男なんですけど、はい、ちょっと様子が様子がなんか出会った時に、はい、直人さんが偶然伊織くんが女の子に告白されている現場を目撃してしまうんですけども、はい、まあ普通の告白シーンではなくて、はい、こう伊織くんが告白してきた女の子に対してこう何曜日から何曜日まではもう埋まってるから、じゃあ何曜日ならいいよ、あ曜日によってそういう感じの子かってちょっとびっくりして、もちろん直人さんもそれを聞いててびっくり、はい、最近の子はこうなのみたいな、同じこと思いましたってなっちゃって、はい、なんか結構衝撃的な出会いというか、はいはいはい、直人さんにとって もう未知の生命みたいな感じなので、いるんですね本当になんかこう相入れることがないような感じだったんですけども、はい、こう直人さんが告白の現場を覗いていたのを伊織くんの方もちょっと気づいて、 あれもしかして君もあの告白しに来たのみたいな、モテ男のセリフだまあもちろん直人さんはね家族もいますし、うん、大好きなつがいもいて、ね、子供もいてって、はい、そんなもうあるわけないじゃないですか、はいはい、そうです、はい、別にその二人に何か起こるはずもなく、はいはいはい、って感じなんですけども、うん、この4巻の間で伊織くんが結構変化するなと思いまして、最初の読み始めた時の印象と読み終わった後の印象がかなり変わるキャラクターがもう特に伊織くんなので、はい、その様子を音でドラマ CD で聞けたのは結構、はい、結構良くて、あやっぱちょっと演技にもこう変化があって、そうですね、なんか最初の印象と後にこう直人さんともっともっと関わっていって、直人さんのこうオメガっていうところと、あ言い忘れてたんですけど、伊織くんアルファなんですよ。なのでアルファとしてオメガの男性と関わっていくことがどういうことなのかっていうのもこう高校生ながらにどんどん学んでいって成長していってっていうのが、はいはいはい、ストーリーの中で繰り広げられていくので、はいはい、こう性格的な変化もあるんですけども、うん、なんか学んでいっ
て人間としてもなんか変わってくっていうか、はいはいはい、この高校生伸びしろあるなって感じで憎めないんですよ。あ、いいですね。なんか成長見守れる系私結構好きですよ、うん、なんかやっぱ最初出てきた時は家族こんなに仲良くしてるのに、はい、うわなんかまたなんか出てきたって思ったんですけど、はいはいはい、そうじゃなくてなんか憎めない感じがありますね。結構そんな感じなので、はい、もう岩井くんのこと結構好きになっちゃうなとのが結構4巻の、そうですね、はい、でさらに言うと4巻の他のビッグイベントとして、はい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 、なんと葉月くんが直人さんを置いて出張に行かなきゃいけなくなっちゃうんですよ、はい、で直人さんもう子供2人いる状況なの で、ね、普通に大変だし、はい、そうですよね、出張に行くってことはもうしばらく会えない、うんうん、離れなきゃいけないってことなの で、はいはいはい、できっと結婚してからこれまでそんな長期間会わないってことなかったから、はい、もう初めての経験で、はい、こう葉月くんがいない状況だけど出張して仕事をしてるから、はい、葉月くんに対して例えばこうメッセージとか一、はいはい、つ送るにしても寂しいとかも本当は思ってるけど、はい、困らせちゃいけないと思って送れないんですよ。そうですよね。しかも受けの直人さんの方が年上だから、うん、なおさら我慢しちゃいそうな。そうなんですよ、はい、なんかやっぱり仕事頑張ってるからこっちのことを考えさせないというか、うん、迷惑かけないようにみたいな、絶対迷惑なって思うわけないのにもうそこ気にし合ってお互いのことを、はい、もうはいはい、はい、そういうとこですよねこの夫婦は本当にねそういうとこが、ね、たまらないですよね。そうそうそう、はい、で、出張行ってるので、はい、仕事中葉月くんの様子とかも結構描かれてて、うん、むちゃくちゃイケメンでした。あ、まあ、ですよね。仕事してる葉月くんやばい、英語とか喋るんですよ。うわかっこよ。英語喋ってこうお客様をご案内したりとか、はい、まあ、なんですけどお客さんの中にこのちっちゃい子供がいたりすると、はいはいはい、その子供見ながらうわ会いてみたいな自分の家族に会いてってなったりしてさやっぱ、はい、やっぱさすが葉月くんそういうとこあるよねっていいですね、なったり、もうちょいネタがふんだんに盛り込まれた4巻で、はいはいはい、もう常に盛り上がってましたで、まあそういう出張があったりしかも新キャラが、うんうん、葉月くんがいないっていう状況で新しい伊織くんが出てき、ね、来てるので、はい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 、まあ波乱っちゃ波乱なので、うん、こう出張中に一体何が起こってしまうのかとか、こう葉月くんと直人さんが離れたことによって、これはあらすじの方にもちょっと書かれてるんですけども、直人さんのヒートが若干早まってしまったりみたいな、あら予定とは違う時期にヒートが来てしまって、はい、でも別にもうつがいになってるので、うん、そんなにこう例えばフェロンも撒き散らしたりみたいなことはないんですけど、うん、でもやっぱ体調が優れないっていうのは確実にあるの で、ね、それが葉月くんいない状況で起こったらどうなっちゃうの、はいはいはい、でそこをねまた4巻で読めますので、はい、もうこれはネタバレしないので読んでください、はい、読んでそして聞いてください、はいはい、そうですね、これ聞かれた方多分すごく多いと思うんですが、もう私の中で一番ドラマ CD を聞いてよかったなと思ったシーンはもう、直人さんのことを助けに来る葉月くんっていうところがちょっとあるので、はいはいはい、そこがもうホラーかよってくらい怖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 い嫉妬っぷりっていうんですかね、はいはいはい、こう葉月くんが直人さんを助けに来るときって大抵直人さんがなんか第三者によって危害を加えられそうになってるみたいな時なんですよ。それが事実か葉月くんの勘違いかは置いといて、はいはいはい、葉月くんが直人さんを守るっつって来たとき、はい、大抵やべえ顔してるんですよ、はい、セコムがそうですね、気持ちが高めっちゃってセコムとしてのね登場しちゃうので、はいはいはい、もうそこドラマ CD こう漫画読みながら聞きながらっていうのすごくおすすめポイントです、はい、続いて5巻の方のあらすじになるんですけども、最新巻でこちら表紙を見ていただいたら分かる通り、はいはい、家族が5人になってます。もう第3子のね、はい、葵くんが生まれまして、はいはいはい、もう5人家族、葵くんがね、はい、ビジュアル感めちゃめちゃ葉月くんに似てるんですよさっきちょっと見せてもらったんですけどそうですね、本当にもう可愛い、将来有望です、はいはい、これは確実にイケメンになりますはいはい、で結構、2番目の男の子の湊くんと3番目の葵くんとの間が多分狭めだったので、しずくちゃんはもう結構お姉さんになってるんですけども、湊、ねはいはい、くんと葵くんまだどっちもちっちゃいっていう状況なので、2番目の湊くんからしたらよくある弟ができてちょっとお母さん取られちゃうみたいなのが起きちゃうのが結構5巻に出てきます。
かわいい。もうそれをまさか嫌いでいさせて読めるんですか。そうですよね。そのバチャバチャしてるのとか、はい、子供同士のねちょっと取られちゃうやきもちみたいなところもめちゃくちゃ可愛くて、可愛いですね。ああすごい良かった。ああもうねそれが物語の冒頭から出てくるんですよ。割と序盤からずっとなので、はいはい、あもう本当にこの最新刊も飛ばしてきたなと。ああいいですね。ムスタサリポイントが冒頭から目白押しでした、はい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 、こう子供が3人ってなってしかも2人そのうちの2人が小さいの で、ね、シンプルに子育てが大変。そうですよね。でもう、ま、もちろん直人さんも大変そうなんですけど、うん、直人さんのことを手伝うしずくちゃんもお姉さんとして結構もう張り切っていろいろやってくれる、はいはいはい、もう優しい子なのでいい、はい、もうしずくちゃんも普通に疲れてる直人さんとしずくちゃんがお家でお世話してる分葉月くんがやっぱ働きに出てたりとかもあるので、はい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 、もういわゆる5人家族として多分相当慌ただしく日々を過ごしているんだろうなというのも読み取れて、はい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 、結構もうどんどん解像度上がっていきますね、うん、巻を重ねることによって、うん、で5巻の一応ポイントとしては家族のね5人家族になったってところもあるんですけども、それとは別にしずくちゃんの通っている小学校でのお話が結構メインで出てきます。5巻になる以前からずっと登場していたしずくちゃんの同級生の大輝くんっていう男の子がいるんですけども、その大輝くんとは結構家族ぐるみで仲が良かったり、大輝くんのお母さんがオメガなので、こう同じ境遇似た境遇というかこうオメガ同士で直人さんとオメガの向こうのお母さんがこう仲良く話したりとかもあったので、全然普通に仲良く今までやってたんですよ。でそこからもう一つの転換点としてしずくちゃんがアルファと診断されまして、おー、はい、逆に大輝くんはオメガと診断されたんですよ。はい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 、はい、でそれはもう、 こうあらすじでも出てたので私はちょっと、はい、大輝くんそうだったの私びっくりしたんですけども、こうその2人が自分のまだ幼いじゃないですか、はい、お姉さんになったと言っても、はいはいはい、その幼い小学生だからもう自分の生徒向き合っていって、はいはい、あの小さな小学校の教室の中で繰り広げられるかなり残酷なやり取りがあったりして、そうなんですね。私はうわでも、はい、これでオメガバース作品だったらあるよなって、うん、もちろん避けたら通れない部分だよなって思いつつ、はい、嫌いでいさせてこの関数を重ねていくことによって、はい、メインの2人がどんどん仲良く、うんうん、しかもつがいにもなってるからその問題というかちょっともう忘れかけてた部分だったんですよ。です、ね、私が勝手になんですけど、はい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 、嫌いでいさせて一貫だと結構そういった、うん性に関する部分とかも詳しく結構残酷に描かれていたりもあったんですけども、ねうんうんうん、2巻3巻4巻とほのぼのさせていただいていた分5巻でハッとさせられた、あここに来てね、うんはい、ってところがあったので、こうまあ、周りに影響を及ぼすぐらいのオメガのヒートっていうのを最近私は見てなかったので、それをもしこの嫌いでいさせてこの先シリーズ進んでいったらまたあるのかなって思うと、はい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 、改めてちょっと考えるべきポイントだなってそうですよねすごく思いましたね。つがいとしてね平和にやれる、うんうん、あのアルファとオメガも5つでもやっぱり残酷なね、うん、ところもあったりっていうのがオメガバース作品の、ねうん、それを小学校のその小学生たちやるってもうきっと親も介入できないというか、はい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 、まあ、先生たちがねちょっと助けてくれたりっていうのはもちろん あるんですけども、うん、なんかこの先どうなっていくんだろうってちょっと不安要素っていうのを感じたりもしました、はい、ただ私は今5巻を読み終わった私としてはその不安要素はないです今ないんですよないです、ね、もう、ま、マジかって本当に、はい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 、こうなったらいいなって思ってた展開よりもさらに上のそういう展開でした。それはすごい。なんか今の話聞いたら結構なんか、うんうん、大丈夫なのかなって思ったんですけど。いやもう5巻読んでください。もう読んだら、はい、その解決いろんなことが解決していくってこともあるんですけど、はい、解決プラス未来が見えます、はい、絶対未来こうなるなみたいな想像できちゃって、はいはいはい、私は BL 漫画を読んでその続きを考える、はい、妄想するのが大好きなので、はい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 、もうこれこれ待ってましたみたいなでまあこういう小学生のところもいっぱい描かれてて、はい、ただもちろん見たいのはメインの2人の部分見たいじゃないですか。まあそうですね、はい、でその点で言うと葉月くんの激おも感情、はい、これは5巻にもあります。もちろんあります。もちろん1巻からずっとね続いてあったんですけど5巻も健在ですこれは。あ、よかったです。こう葉月くんのその重たい愛情っていうのは、はい、
もともと最初は直人さんだけに向けられたものだったと思うんですけども、はい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 、気づけば子供たちにも向けられても面白いぐらいなので、ちょっとふふって笑えるようなね、はい、愛情の重さとかも描かれているので、はい、そこももう五感で楽しく皆さん味わいましょう。こちらの作品の一押しシーンを紹介させていただきたいんですけども、はい、結構迷いました、はい、もう好きなところが多すぎるので、はい、めちゃくちゃ迷ったんですけども、はい、まあ、とりあえず一つ譲れないというか、絶対に言い残しておきたいのが、はい、五感で、はい、あの本当に変態プレイがあるんですよ。本当にあるんですよ。なんかさっきちょっと常吉さんにソカワチ見せてもらったんですけど、やばいっす、やばいっす、これ本当に興奮しちゃってお互い興奮しちゃってなんか変な声上げてましたね今ね。もうすっこまの出来事なんですよ、本当に数ページの出来事なんですけど、破壊力がやばすぎて、嫌いでいさせてっていう作品でこれが読めるのとは思っていなかった。本当にあの無事抜かれました。私結構平気にぶそぼちゃってまあ一応ふわっと言っとくと、あの攻めの顔がめっちゃいいってことだけちょっと覚えておいてください。もう やばい本当にやばかったです。とんでもないとんでもない、なんかこの顔がピンポイントで癖っていう人絶対いると思うので、はい、楽しみに五感、もう最後の方とかでもなく割と真ん中ら辺に出てくるってちょっと書き下ろしとかではないので、もう一遍に組み込まれたところなので、じゃあぜひ、ね、この動画を見て、あの、うんうん、あ、これかなっていう風にちょっと読んでください。多分もう共感してくださる方がたくさんいると思うんですよ、はい、これは、はい、よかったです、これやばかったです。嫌いにさせてシリーズ全体を通して私がもうずっと思ってるというか、五感を読んで改めて思ったことなんですけども、はいはい、なんかタイトルの嫌いでいさせてってあるじゃないですか、はい、うんうんうん、これをこう言ってる主語というか、はい、その人がどんどん変わっていってるなって思っていて、はい、一巻だったら嫌いでいさせてっていうタイトルは、はい、メインのまだ結ばれていない二人、葉月くんと直人さん、うんうんうん、その二人について、はいはい、で特に直人さんが葉月くんに対して、うん、こう好きになってはいけないというか、はいはいはい、嫌いでいさせてっていう思いを持ってたっていうのが、うんうん、多分一番のスタートだと私は解釈してるんですけども、 そうですね、はい、そこからこうどんどん関数が進んでいく行って、例えば今紹介した4巻だったりしたら、こう伊織くんにのことをちょっと気になってる女の子のりんちゃんっていうのが出てきたりするんですけど、はいはいはい、そのりんちゃんが結構ツンデレっぽい感じで、はいはい、なんか伊織くんに対する気持ちも特に表に出せず、でも伊織くんとなんか一緒に行って、うんうん、いたりする幼馴染的なポジションの女の子がいるので、例えばそのりんちゃんももしかしたら伊織くんに対して嫌いでいたいなって思ってるのかなって思ったりとか、なんか本当にメインじゃないサブキャラとかに対しても嫌いでさせてが当てはまったりもするのかなって、もう私の勝手な解釈なんですけどね、思ったり、まあそれこそ五感だったら、あの大輝くんとしずくちゃんがこうメインになってきたりして、その二人にも当てはまったり、でもさらに他の同級生も、小学生同級生めちゃくちゃ出てくるので、もう恋愛感情だけじゃなくて友情とか全て含めて嫌いでいさせてがなんか当てはまる子がいるなって私は思ったので、逆に言うとメインの2人の直人さん葉月くんがお互いに対して嫌いでいさせてって思う場面ってもうなくなったなって確かに思うので、もうその2人はむしろこう愛し合ってその家族を守っていくっていう使命感を持ってるぐらいなので、家族以外のところもアルファとかオメガとか何でも関係なく、こういろんな人にむしろ影響を及ぼしていくような夫婦になっているので、嫌いでいさせてっていうその言葉が当てはまる人がこれからキャラクターとしてどんどん出てくるんだとしたら、きっとそのキャラクターをにどんどん影響を与えていくのが、はい、その大元である葉月くん、はい、直人さんなのかなって思ったり、もう続き私はこの作品永遠に続いてほしいと思っているぐらいなんですが、はいはい、永遠に続くとしたらきっとそういう続き方をしていくのかなって、うん、もう本当に勝手な、うんうん、勝手な妄想なんですけど、はい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 、思ったりもするので、確かにこの作品自体こうオメガバースシリーズだったり、はい、子育て BL とかそういう、はい、まあ、いろんなくくりにはできるとは思うんですけども、はいはい、なんかここまで来ちゃったらもう嫌いでいさせてっていうジャンルみたいなもうそれが確立されてるって思うぐらい、やっぱ関数続けば続くほど思うので、もうなんか考え始めると止まらないんですよ、嫌いでいさせてに関してはめっちゃ好きですもんね、本当にずっと考えてますもんね、ずっと言ってて、このドラマ CD4 巻と、はい、あの漫画の方の5巻が出る日が待ち遠しい時って、もう毎日6月に入ってからぐらい毎日、あれ今日じゃなかったっけ勝手に日めくりカレンダーみたいなのします
じゃあこのタイトルにも結構注目して、ね、いろんな関係性を見ていきたいってとこですね。もうぜひ、まあ、でもそれぞれのね読み方がたくさんある作品だと思うので、はいはい、私が今話したこと以外にも絶対めちゃくちゃ解釈の仕様があるので、はい、もうそれもぜひちょっとコメント欄で語って、はい、教えていただければ、はい、もう有識者の方教えていただきたいです。お待ちしてます。最後にこちらの作品のまとめです。はい、以前もね嫌いでさせて3巻を紹介させていただいたその続きにはなるんですけども、はい、もう 4,5 巻まとめて、はい、こう個人的にね、はいはい、こう表してみましたと、はいはいはい、でもいろいろねその変態プレイとかにも語ったのでこうエッジのみ関してはもう4にして、はい、あの期待を高めていただいて、これは期待していただいて大丈夫ですよね。めっちゃ良かった、ずっと言ってる。おばばになっちゃった。まあ、とりあえずそこもいいので忘れずっていうところで、はい、あとは、まあ、嫌いでいさせてっていうジャンルがあると私は思ったので、もう嫌いでいさせてっていうタグです、はいはい、これに全てがねもう詰まってるって感じですね、はい、あとは、まあ、もちろんオメガマス作品になるので、はいはいはい、そこのならではのストーリー展開にはもちろんなってるので、はいはい、そこを見逃せないですし、はいはい、あとは五感になってもなお年下攻めっていう要素が忘れられてない、健在ですよね。もうずっとあるんですよ。いいっすよね。もう攻めがどれだけイケメンになって成長しようと、はい、年下ってことは変わらないんですよ。はいはいはい、そうですね。ずっと年下攻め生まれないですからね、この年の差はずっとこのまま続けてるものなので、はい、もう間違いなく年下攻めのもう名作です。やった、私も年下攻め大好きなんですよ。ちょっと前のアルビになっちゃいましたけど、いやめちゃめちゃ良かった、うん、そのさっきのねあの、はいはいはい、変態プレイのところもいいですし、でその基本的にこう隙のない感じの葉月くんがちょっとこう、はい、直人さんだけにこうなんか大きめのちょっと暴走しがちな感情を持ってるところとかもめっちゃいいなと思いました、うんうん、いいですよね。なんか他のキャラたくさん出てくるのに、はい、葉月くんの激重感情を、はい、集中的に向けられてる、うんうん、ナオトさんっていう、いやもう世界観っすよ、これが嫌いでさせてワールドなんですよ。素敵な、素敵な関係性だ。もう本当にちょっと拍手喝采、今もう葉月くんブームすごい来たので、なんかすごいもう好きそうですよ、すでに。いやもうこれはちょっと早く読みたいなと思います。はい、はい、あとはこちらの作品を紹介しているてるてるのページもございますので、はい、ぜひこちら概要欄に貼っておきますので、はい、飛んでいただいて、はい、このドラマ CD4 巻だったりとか、はい、新刊の嫌いでさせて5巻を読んだ、はい、感想レビューをお寄せいただけると幸いです。はい、お願いします。でこちらの作品に関連した他の記事も貼っておきますので、ぜひ覗いてみてください。はい、それではバイチルー。